ムカムカムカつくわ。イラ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 ムカつく。友達に写真写りいいねってそれどういう意味？自動ドアだと思ったら違くて顔面パン。ハムカつく。悩みなさそうでいいねってあるわよ。電車降りるときコード引っかかってイヤホンパン。どうもアンガーマネージメントの一岡です。ムカつけば得はなくとも損はある。はい七五調。ハムカつく。おっとムカついた時の6秒ルールをご存知？6秒間それが本当にムカつくレベルなのか考えて、そうしてるうちに怒り聞いてますか？聞きなさいよ。やだムカつく。ムカ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 つくんですけど。あイラ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 超ムカつく。ポイント5倍の日にポイントカード忘れちゃった。お風呂溜まったかなと思ったら線が抜けてるし。はムカつく。ポジティブでいいよねってそれなんか問題？ムカついて電車に乗ったら反対方向だった。どうもアンガーマネジメントの島倉です。怒るとき怒ればそれだけ芝増える。はい七五調。はムカつく。感じた怒りを数値化してみるのが効果的ね。怒りを0から10段階として点数をつけてみて。つまり怒りを客観視することで聞いてます。聞けー。その顔ムカつく。はあムカ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 つくの。あイラ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 ムカつきが止まらない。自販機で小銭が戻ってくるのあれなんで？ドレッシング振ったら蓋開いてたの。はムカつく。またドライヤーの先っぽが行方不明なんです。また友達にカラオケでサビマウントされた。どうもアンガーマネージメントの西田です。ムカつけばあなたの魅力5割引き。はい七五調。はムカつく。はいムカついちゃダメ。今の一緒に行ってみよう。ムカつけばあなたの魅力5割引き。あなたの魅力5割引き。あなたの魅力5割引き。一人にしないで。はぁイラ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 イ本当にムカついています。ティッシュ箱の最初の1枚目がすっごい取りにくい。 USB が絶対1回ですっと刺さりません。はムカつく。お会計した後にクーポンの存在に気づいたんですけど。マヨネーズを買ってきたら家に新品がありました。どうもアンガーマネージメントの山崎です。小さいな。ムカつくレベルが小さいぞ。はい七五調。はムカつく。そうそのムカつくを別の言葉で言ってみよう。例えば心持ちが何かしら不快である。はいおっしゃってみて。おっしゃって。おっしゃいなさい。はぁ、心持ちが不快である。はぁ、世界一だね。本当に宇宙一。いい揚げ具合だね。ねえ。きつね色。美味しそう。めっちゃ美味しそう。ありがとう。